君のためなら死んでもいいかな。そんなの口先だけだけど、君のためならできる気がした。世界が僕を嫌いになっても、でも、おはようございます。このチャットリプレイも懐かしすぎるんだけど、これもほらほらほら、アイフルがいるもんだって。アイフル田中、あ、そうなの。お前知らなくせに口を知ってるよ、口を出す。ユアちゃんがいるの懐かしすぎやろ、これここやば、めっちゃ売ってんじゃん。懐かしい、この階段。え、懐かしい。なんかこんな狭かったっけ。これ壁変わんない。どこはまだ、やばいよ、これ楽しい。マジで見当違いの方向向いてるから、ね、お前すごいよね、マジで。いや、それ、こいその時のこいつなりの格好つけがここら辺を向くことでしたね。確かに、あの MV そういう感じだった。はい、行きます。お願いします。また、お願いします。また見といてほしくて、君のためなら死んでもいいから。いやー、でも久しぶりにここに同じ場所で今日撮ったんですけど、2年ぶりに来て、なんか懐かしさとともになんかちょっと成長できたかなっていうことを歌いながら、 MV 撮影中に歌いながらいろいろちょっと考えてましたけど、まあ、リョト君は何も変わってないですね。悪い意味で、悪い意味で何も変わらず、変わったよ、未だに。未だに気持ち悪いかなと。だいぶ言った通り、なんかいろいろ成長した点を僕も、おお、なんかすごい変わったなと思いながらこう振りやってたんで、またね、ちょっと、もう2年後もね、ここでね、撮れるようにメンバー誰一人変わってないことを祈って。2年前は雨降ってなかったんですけど、まあ、パラパラだったからですけど、めちゃくちゃ雨降ってて、もうびちょびちょになりながら演奏したりね、もうなんか一回一回髪の毛乾かしてセットしてみたいな繰り返して、忙しい MV でしたね。始まりました、シオン劇場開幕。てん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 。初めてね、この作品ね、携われてとってもとっても嬉しいです。ありがたい、みんな、I love you。 寒いからもう帰ります。あわよ。君のためなら何でもいいから。いえ、しかも天気がちゃんと曇りだったからさ、お前。すごい、逆に晴れなくてよかったかもね。お前と違うんだけど、最初逆にカイクの顔寄ってて、はい、こう、君のためならって聞いてたら、あ、あそこと同じ楽団みたいなパターンも最初ちょっと。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。やばすぎる。いや、でもラダーのコラスの曲めっちゃ良かった。一瞬こう入れてってもかっこいいかな。ちょっと目線もらってね。歌ってる側の目線から見て、ちょっとまだミステリアスな女の子になるように頑張って演じさせていただきました。すごいオマージュっていうことで、前回の前のものとはまた違った良さが出てたらいいなと思います。ありがとうございます。はい、逆にこう少しこう上から見るよ。
出どころのところで、ロードアップです。お疲れ様でした。皆さん、ありがとうございます。Thank you so very much! ポンポンポン。濡れてく、濡れても関係ねえ、関係ねえ、関係ねえ、ぶち上げてくのがそう大前提、大前提。レッツゴ、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 レッツゴ。